皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。はい、今回やっていくのは強化されたフォワードラガールを使っていきます。で、フォワードラガールなんですけど、まあ、まずグリガーに対してね、なんか白羽の矢が刺されづらいとか意味わかんない相性があったらしいんですけど、それがまずなくなったのと、あとは単純になんか大天狗はねアンチキャラだから無理なんだけど、それ以外のいくつかのキャラに対して白羽の矢がね刺さりやすくなったんですよね。前よりも状態上に枠良くないんだけど、ペンギンには有効だな。行くかも。普段弱電池がない。今バッテリー残量やべえって確認した人、正直に手を挙げてください。で、お相手ペンギンで、開幕全出しではない丁寧なペンギン使い。でもね、バイクに対してはペンギン回した方がいいんだよね、絶対ね。さあ撃とうか。しっかり撃って、危ないね。サマタンゴ止めて、ここもマタンゴで倒しに行って、倒せれば OK だね、とりあえずね。さあ裏技使って、毒入ってるけどスキル撃たれたら治っちゃう。撃たれちゃったね。けどまあ頑張ってくれてはいるな。危ない危ない。ワンパンではない。お、危ない危ない危ない。だいぶ削られたな。バイク。俺、鳥で削れないんだよね、今回。それがやばいんだけど。オッケー、どっか行った。素晴らしいよ。あれ、ワンパンで残念よくない、マジで。よくねえことやっちゃったよ。それね、頑張ってくれてるんだけど、意味ないんだよね、あんま。さあ、毒入れてから帰らせる。オッケー。ペンギンは見れるんだけどさ、もうグリガ行きたいね。試合動かないし。 OKOK で、とりあえずワンパンだから必ず見ると。はい、グリガ出したけど出てくるのはです、アンチキャラ出てきちゃう。そいつは無理すぎると。さあフォアが行こうか。はい、ハーピーしっかり置いてカバーして、お、カヨンプ入ったよ、レドラに。ただ灼熱打たれてしまう。あれ、デス止まんなかったぞ。止めやすくなったっていうのは、止めやすくなったけど止まるとは言ってないってことね。はい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 、ハーピーの安定感偉いね。でも何も起こらない、これは。はい、というわけでドローだね。ありがとうございました。で、まあ、レドラは多分止めてくれたのか、ちょっとよくわかってないわ。で、ガチ灼熱撃たれたけど、よくわかってない。ただ、デスは止まんなかった。ありがとうございました。はい、それでは行きましょうか。お相手パワードだね。パワードか。パワードって、ピンフレなんだけど。全然見てなかったけど、パワーとキンフレなんだけど、強化されたとはいえ、フォア側でいけるのか。ぶっちゃけた話をすると、いやもうこれ以上回せないんだけど、弱いな、札が。ぶっちゃけた話をすると、俺、フォア側信用してない。マサオさんか。俺、フォア側信用してません。正直な話。あのね、フォア側難しいのが、その出すタイミングが難しいんだよね。中型も止めてくれるし、何もしてくれるし、偉い。でも、問題が、大型なんだよね。大型が、取れるね、これね。オッケー、オッケー、危ない、危ない。これはパワードオークだな、多分。オークに対してはね、マタンゴいるんでいいんだけど、うお、すげえ風走るわ。えぐくなってる。いや、パワードサクラちゃんかもしれない。もうこれで俺仕事終わったよ。いやいや、もうやることないよ、俺。何もできない。俺、挨拶倒せないから、サクラちゃん。さくらちゃん、俺どうしようもない。削りに行くか、一応。バーン、吹っ飛ばされて。さくらちゃん強すぎ。でも2体出してくれてるから、このマタンゴの裏技でいい感じに削ってほしいね。さあ、ガブズキ出す。おお、いいよいいよ。削ってくれたね。偉いね。で、裏技もう一回やって。ガチ打ってるけど、どこ OK? ナイスナイスナイス。悪くないよ。
めっちゃスキル打ってくれるじゃん。優秀だな。ここできっちいんだよな。どうしようか。さくらちゃんにもう一回裏技使うか。ここ倒して、オークはこれだね。で、さくらちゃんをマタンゴで止めて。で、これ取れて削れないね、今回。それが問題なんだよね、札的に。さあ、オーク、強すぎないか。ちょっと削らすぎじゃないか。いいかな、なんでも。まあ、悪役行こうか。時間ないから。マタンゴ前張ってあげて、そのね、吹っ飛ばしを受けないようにしてあげた。オッケー。さあ、悟空行って。フォアが来た。なるほど。フォア側、あ、止められないの？スキル打って、フォア側。あー、もう打ってよ、そこ。いや、俺もだけ止まるし。あー、打たないし。打たないか倒せないよ、それ。止まんないんだけど、全然。何？止まんないじゃん。もう全然止まんないじゃん。めちゃめちゃいい感じだったのにね。はい。うわ、止まんないんだけど。止めやすくなったらしいけどね。安くなったって言ってもあれか。さあ、行くよ。お相手が悪縁。で、悪縁はね、一応フォアが有利ではある。なんでって射程勝ってるから。止められるならだけど、壁張りたくないんだよね。コス使いたくないんだ。でもね、悪縁ってさ、そもそもこっちが大型切らないと切ってこないタイプのキャラだから。キャラとしてね。ってなると、そもそも試合が動かない可能性が高い。で、メタカはダメだね、悪縁に対してね。いや、ダメなんだけどね。あ、もう一回回すか。大型来いよ。来たね。来たけど、これ試合動かないね。どうしようか。相手に足がいるかどうかでもう一体切ればいく。いや、切るわ、これ。この配置は別に切ってもいい配置だ。足いたとしても。基盤2とかだったら切らない方がいいけど。第3にね。いや、それでも切ってもいいかもしんないな。え、待って、それは聞いてない。予定と違う。そんなあっさり取られる予定はなかったぞ、俺。このラインめんどくさいな。バフいっかも。あのね、中型切りたくないよ。キャラいなくなっちゃうから。早めにバフを切って、ちょ、バフメトで頑張ってもらおう。で、今回デビル刺さってんだけど、刺さってはいるんだけど、もう2台切ってるじゃん。このデビルがどこまで頑張れるか大事。で、お相手悪縁でしょ？まあ、ひとまずフォアが行くじゃん。で、止めづらいみたいな相性がなくなったって話だから、こんな感じでやってもらって、で、バフメトと2枚で狩りに行くじゃん。狩れるでしょ？うん。勝ったね。いい感じ、いい感じ。で、問題この後だ。さあ、アシュラ行こうか。デビル取っときたいね。使いたくないデビルを。で、裏技もいて、絶対開けないでくれ。前線で出てくるかな？いや、はい、取れるぞ。通れちゃった。ラッキー。倒して。あー、投げられちゃったか。痛えな、マジで。あー、でもなんか倒してるわ。で、悪縁出てきたね。でもこのフォア側のラインだから、フォア側のラインの悪縁は美味しいよ。なんで、射程勝ってっからね。止めろよ。おー、止まった。これ。これができればね、激アツなんよ。で、スキル打たれたけど、でもね、これね、問題がね、一個あって、これ。押し出されないんだよね、フォア側って。押し出されないのが、逆に良くない方向に働いてるね。押し出されてくれれば、その後のスキル食らわないで済むんだけど、押し出されないからその後のスキルをね、食らい続けちゃうっていうね。これは諦めてくれたかな。はい。というわけで、完勝ありがとうございました。この試合はフォアが頑張ったわ。グリガリ有効なのいいな。ありがとうございました。はい、頑張りましょう。お相手、ポセイドンだね。で、ポセイドンは、まあ。場合による、フォア側で止められれば、削れるけど、でも結構削られちゃうんだよね、ポセからも。
あー、ワイラ行くか。札強いね、普通に。ポセイドン今回確かね、キャラグレやった気がする。でもね、実はね、俺ね、ポセイドンね、キンフレ持ってんだよね。ユウスケ行こうか。オーク。もうね、オーク出てきたら基本大体裏オーク。それぐらいオークは強い、今。早めに打とうか。重ねられちゃうとね、裏技と噛み合って取られちゃうから。さあ、裏技来るの読んだんで、上から吸い込ませます。で、ベビー行こうか。ファッションしょうがないね。行かなきゃいけないね。さあ、ワイラ行って、ワイラ行こうか。さあ、上裏技剣士行って、ガツガツ攻めるよ。さあ、オークは使わせられた。けど、ユースケもかなり消費させられちゃったね。で、ワンパンさせられたね。まだこっちもね、ユースケ本気も埋まってないから、まだ熱い。我が行こうか。え、待って、ワンパンな、いや、ちょっと止まってねえわ。ワンパンなの気づいてなかったのも問題なんだけど、止まってねえわ、そもそも。で、問題ここだな。ここ死ぬほどきついな。お、止められたぞ。あー、待って、止められたけどミスった。シャベ入ってる。倒しはしてくれるな。オッケー。そこ倒したのは偉い。ただ、ここ狩られるな。まあ、後ろはいいか。バホメやってるから。見てもらおうか、一旦ね。で、あ、きつそうだね、一応ね。オッケーオッケー。ただ、俺もきつい。俺もね、化けもきつい。もう一発出てないもんね。ワンパンにはされたくないんで抑えましょう。で、重剣士いいんだよね。で、この前ら多分大型と一緒に抑えられちゃうと思う。おー、よりによってそれか。ベビー崩らして。どういくこれ。崩らして。勝ちに行きたいか、行くか、行くか。勝ちに行くわ。最後負けなかったけど、勝ちに行きたいんで俺は行く、前に。つえー。ただ、強いんだけど、先がないんだよね、オークってキャラが強すぎて。オークってキャラさ、ガチスキル登場してからマジで怒りすぎてて、この状況をさ、簡単にドローンできるんだよね、簡単に。よくないよな、簡単にドローできんの、マジで。はい。あと5秒かな。ありがとうございました。さあ、行こうか。多くね。あんだけね、弱かったのにさ、ガチスキルが強すぎて、ガチスキルが強すぎてぶっ壊しちゃってるからね、今ね。S ランクだよ、多く。マジで。しかも、裏技も強えんだ。あいつそもそも裏技以外存在価値なかったんだけど、その裏技が強くて、で、そもそもキャラが強くなっちゃったから、もう存在価値しかない。いけるかな。ウィッチ結構好きなんだよね。しかも虹だし。大型の性能ちょっと気になっちゃうから。ブラドラがね、最近あんま活躍しづらいのと。これどういこうかな。こうだな、これ。これ多分ね、バイク出してもね、大砲3発撃たれちゃう。と、俺は思う。あえてこうして、運ゲーに持ち込もう。取れたらラッキー。こういう時ね、撃ちたくないから、相手。撃ってきたけど、もう遅い。デビル置いて。ボブにいるから、砦で見てくれてる。オッケー、いいよ。悪くないね、流れは。で、リムルか。即死。ナイス、でかいよ。ただ、リムルに届いてないね。ただ、リムルって、あれ、ウィッチアンチなかったっけ？アンチだね。いいね、いいね。リムルアンチって忘れるよな、マジで。実はアンチだよな。おー、メギドさん。何がやばいって、それ。隕石に反応して撃たれたわ。隕石で止まって。いいよ。あ、やべ、ワンパンさんでよくない、マジで。これで一回下がってほしいんだよね。うん。下がらして、バイク行こうか。で、デビルも行こう。バイクがすごい強いから、今これで倒せるんだよね、バイクでね。ここはね、ちょっと良くないんだけど、フォア側で綺麗に。支援していこうか。後ろはカニエ大丈夫。多分ね、上行かないと思ってんだけど、なんで行くのお前。ふざけんなよ、マジで。それはだいぶ終わってるね。
しかも何が終わってるって、これスキル打たなかったら終わり。あー、打たないでどっか行っちゃった。見えねえなんも。これここ行かなきゃいけないんだよな。見えねえ。マジで終わってる、このスキル。イカスミってスキルほんと嫌いなんだよな。見えないのってさ、面白くなくないか？俺は面白くないんだけどな。待って、もう負けてるよ、デビル。カニ、カニ。あー、やばいことになってんな、それ。負けはしないと思うんだけど、時間ってコストがあるから。シャーク刺さってんね。運ゲーワンパンボンだけやめてね。うん。ちゃんと抑える順番考えて、シャーク止めてから、剣士だね。はい。というわけでありがとうございました。はい。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。間違いなく使用感は上がった。けどね、ちょっとやっぱ使いづらいわ。キャラが使いづらい。使用感上がったのはわかる。白羽の矢で止まりやすかったのもわかる。前はね、うん、止まんないと思って使ったから前までは。でもね、止まるんだよね。ちょくちょく。それはありがたいんだけど、でもね、やっぱ結局ね、キャラが使いづらいわ。だってデスでよくないか。こいつ。デスでいいもん。この射程。って思っちゃうんだよな。デス強化されちゃったから。はい。そんな感じがします。個人的にはね。まあ、ホワガってキャラ、まあ、今回で別に弱いとは言わないけど、まあでもね、強いとも言えないって俺は思っちゃった。はい。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。